ラコスケ、こっち見てる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、ちょ待って一旦しまっとく。お、うりちゃん、いつも株を買ってくれてありがとう。お得意様ナイナさんに、うちの山で採れた新鮮なタケノコを素揚げするべ。食べてもよし、植えるもよし、好きにしてくんろ。おー、いや、いいね、いいね、タケノコ。なんか前ももらわんかったっけ。あ、そして、七夕の笹。よしよし。ってことで、七夕の笹は、じゃ、このあたりに飾ろうか。ちょっと待ってね。タケノコと、七夕の笹。スコップ、スコップ、スコップ。これでちょいと、よいしょ。あ、いや、手前は何もしなくてよかったんだよ。で、この七夕の笹を、飾ります。おー、いいね、いいね、いいね。やっぱこういう季節感あるもの。よき。よきよき。さあ、おー、びっくりした。何走ってきた。おめえさ、人の話聞いてんのかって言われたことねえか。その時にはこの、うん、うんだぜ。何、急に走り寄ってきて。うん。相づちね、大事。な、ちゃんと聞いてますよって感じするだろ。ちょっとの反応で印象が変わる。リアクションって面白いよな、キ。私さ、なんか、返事した後で、で、何やったっけっていうこと結構あるんやけど。何？なんか悩んでる？ごめん、思いっきりついた。話でもあんのかい？キ。いや、君が悩んでたんじゃないのかい？次の土曜日はお待ちからの釣り大会で、あいな。おめえが参加するなら、俺も本気を出すねえと。魚一匹もいなくなっちまうかもしんないぞ。覚悟しとくんだな。ガッハッハ。そんなにそんなに取らなくても。ねえ、アイダホや。あれか？あ、そっかそっか。釣り大会か。虫取りじゃないんよね。練習かと思った一瞬。おー、さえな。張り切ってんな、の心。おしゃべりしよう。こういう日は外で筋トレするのが一番。スペースを気にせず、思い切り体を動かせるからな、の心。全然筋トレじゃなくない？なんか筋トレって言いながら最近アイダホは、ずっと、虫を捕まえているような気がする。さっきからね、高い虫が飛びよんかなって思っては、アゲハっていうねお掃除をしてくれている。よ、アイナ、今日も会えたね。だってね、世間話でも。あんた朝から生き生きしてんな。うちも負けてらんないよ。だってね。そしてライオネルは朝から歌ってるのかい。グッドモーニング、素晴らしい一日の始まりだ。まさしく話に来たよ。今君のことを考えていたのさ。アイナ君と話ができたらいいなって。まさしく。そうかい、それは嬉しいけども。さあ、ちょいと今日はキャップ、つば付きキャップの前デザインをね、書いてくれたらしいんで、それを被っていきたいと思います。いらっしゃい、手作りファッションの店エイブルシスターズへようこそ。さてことで、これ被ったまま泳げるんかな。前デザインショーケースへようこそ。インターネットにアクセスしますか。します。はい、かわいいアイナ猫キャップ、え、めっちゃ良くない。おはよう世界、あ、後ろにはおはよう世界って書いてあるのね。はい、今回もヤマトさんの前デザインです。めっちゃ可愛いんだけどこれえ、良きじゃない、アイナ猫キャップ。さて、身につけよう。あ、これか、マイデザイン。そして、え、なくない？あ、ここか。あったあった、びっくりした。あやの猫キャップ。じゃーん。かわいい。え、めっちゃかわいい。いいね、いいね。こんな感じです。おはよう世界がびっちりと後ろに。なんかさ、この上の部分、わかる？この頭の上の部分さ、めっちゃあの、剥がれんのあるみたいじゃない？こういう顔になることあるやん。よし、いいね。ってことで、ちょっと私は、これで泳げるかどうかを見たい。お、泳げるじゃねえか。よきよき。
よきよき。いいね、いいね。別にシュノーケルもね、見た目だけで、お、別に泳ぎに関係はないと。でもこれ、潜るのは嫌やね。お、おっと、びっくり。ホタテを取ったよ。貝柱がでかい。どこから現れたんだ。近寄ってきた。今取ったホタテ、ちょうだい。いいよ、はい。ありがとう。ラコスケも帽子かぶってるわ、そういえば。ホタテをくれた会社にレシピと公開しといたの。交換しといたのねん。そのレシピに欠かせない真珠。たまに海の底に落ちてるレアの材料。あ、これでか。僕も探しておくから、見つけたらまたホタテと交換してあげる。ついでに一言言ってもいい？すー、はぁ。人は不可能から可能を学ぶべきものである。またラコスケの哲学的な一言。だよ。今日は満足だね。かわいい。これさ、なんかついていったらさ、泳いで帰っていけるのが見えるんじゃなかったっけ？え、おらんねえけど。え、全然おらんねえけど、早くないラコスケ。え、どこ行った？もう柵の向こう側行った？てか、ここどこ？あー、おったー！ラコスケー、こっち見てるこっち見てる。超可愛いんですけど。いいね、いいね。待って。潜ってここのも取っておこう。え、めっちゃ可愛くない？ラコスケ。イェーイ、海ぶどうゲットー。あれか、私、初日にさ、ホタテ取っとったけど、ラコスケが現れんかったのってもしかして、持ち物欄がいっぱいあったけんかな？かわいい。話しかけれたらいいのにね、こっからも。ほら、めっちゃこっちに寄るよ。てか、ここどこ？ね、ここどこですかね。あ、もう突き当たりまで来てしまった。くっそ。ってことはいなくなってしまうのね、これで。イエーイ、水クラゲゲットー。てか今日はこれで満足ってことはあれかな。お、去ってゆく。去ってゆくラコスケ。あ、もうどんどん柵から離れていきよるけん、もうこれで帰っていくってことやね。さよなら。はぁ、見えなくなった。見えなくなってしまった。なるほど、なるほど。かわいいわ、ラコスケ。ね、今日はこれで満足ってことは、ラコスケが現れるのは1日に1回ってことかな。で、なんか、ラコスケも真珠探しといてくれるとか言おったけど。あ、そういえばなんかレシピくれたって言ったよね。入っとんかな。あ、すぐそこやん。あ、なるほど、ここやったんか。ここだったのか。すぐそこやったわ。あ、これマーメイドの壁紙、やったね。ふんふん。マーメイドの壁紙のレシピを覚えた。絶対可愛いやん。ラコスケがマーメイド家具なんやね。これこれ、え、可愛い。いいね、いいね。で、真珠が必要と。ふんふん。じゃあ、ラコスケがくれる、このマーメイド系家具を、の DIY をするために、真珠が必要になってくるわけやね、これから。頑張って集めていこう。ふふ。マミーさんがお家に。ん？またなんか作りよりやん。どうも。すみません、ちょっと立て込ませて。ラフン。いや、全然いいけど、何してるの？ふと思い立ったんで、マイクロライブラリー。なんかこの間も誰か作りやがんかった？あれ、マミーさんじゃなかったんかな？カジロー？誰やろ？うん、知っとるよ。そうでしたか。さすがですね、アイナさん。実はマイクロライブラリーの作り方って皆さん興味があると思うんですよね。そうだ。作り方のメモをアイナさんに差し上げます。作り方を知らない人に渡してください。はぁ、新しいものが欲しい。マイクロライブラリーの輪が広がると嬉しいです、タフン。みんなそれを流行らせようとしてるのかい？はい、それじゃあ。てかね、私これめっちゃ可愛いと思ったんやけど、このキャミソール、中にも飾られてあって気になっとったんやけどさ、
これこれこれ、確実に可愛いやん。お、やっほー。あ、浴衣も売り売る。アイラちゃんも新しい服をチェックしに来たの？コーディネートしてあげようか。あ、何か聞かせて。ここでニューアイテムをチェックするのがあたいのマイブームなの。今日は新作あるかなってワクワクしながら見に来るのが超楽しみなんだ。あは、なんかモニカに似合いそうなのないかな。ウサギな服、ホテルマン、純白のドレス。ウサギな服とかどう？短くなるかな。これもらって。ん、なになに。あは、ウサギな服。はい。え、ウサギな服？これ本当に与えてもらっていいの？とりあえず着替えてみるね。テンション上がる。おー、いい感じ。ちゃんとワンピースだ。本当ありがとうね。マジ狙ってたやつだったからさ、ゲットできて最高だよ。あは、狙ってたのか。ただでもらうのなんか悪いし、この T シャツワンピをあげるね。あは、え、めっちゃ似合っとて超可愛いんやけど。超可愛いんですけど、 T シャツワンピ。こんな感じ。あ、いいねいいね、このラフな感じ。よきー。めっちゃ似合うね。いいと思うよ。いらっしゃい。試着室を使いたいのね。どうぞ。服屋の中で服をプレゼントするという、店の人間からしたらちょっと嫌がらせみたいな。そして目の前で着替える。浴衣を着たいね、浴衣。クローバーのワンピース可愛くない？え、めっちゃ可愛い。いいね、いいね。あ、こっちの色の方がいいかな。レースのワンピース。あー、かわいい。待って、ちょっともう浴衣がいいな。でも色味的にはこれが一番かな。これで、お、ちゃんと草履あるやん。ピンク系の草履。そして、頭に、どうしよう、リボンかな。白。これはちょっと同系色になってしまう。うん、黄色かな？なんかあれやね、頭につけれるお面みたいなのあればいいのにね。ないんかな？そのうち出る？こんな感じ。よき。夏だ、夏だ。あら、素敵やよ。お気に。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。ふぅ、よき。お、これで。経済を回そう、ショッピング奨励キャンペーン。たぬきマイル 200×5 ゲット。よし。何見てるんだい？これさ、どっかの島の誰かちゃんがデザインしたらしいよ。すごいね。あは。なんかこういうところにさ、本当になんか別の島の、その、フレンドとかでもなんでもない人の服が反映されていったらいいのね、次々。なんか楽しそうじゃない？そういうの。できんのかな？ね、聞いた？これ。あ、ここじゃダメなんか、広場では。まあ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 。ちゃんとなんか、この草履、カランコロンカランみたいな感じのね、音がしたんや、さっき。店から走って出てくるときに。あ、シャンティ、ヤッホー。アライナさんだってば。話に来たよ。島の暮らしは時の流れでゆったりなようで、ちゃんと計画的に行動しないと、すぐに一日が終わっちゃうわ、だってば。まあね、一日一日。なんかなんやろう、一ヶ月とか、一日一日って結構長く感じるけど、でもなんか一週間とか一ヶ月とかってあっという間に感じるんよね。なぜだろうか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで家の外に七夕の笹も飾ったし、私も浴衣を着たし、あれやね。夜店みたいなの欲しいね。そういう感じでなんか季節回していくのも楽しいかもしれん、外観。私にできるかどうかはあれだけども。